実刑判決を受けたタイのタクシン元首相が仮釈放されました汚職の罪などで実刑判決を受けその後体調不良で入院していたタイのタクシン元首相が18日仮釈放され自宅に戻りました政府は高齢や病気を理由に仮釈放の条件は満たしているとしていますが一部の国民からは特別扱いではないかとの批判が上がっています